今日は暑いっすよ。まもなく現場に着きます。マジで暑い。どうもマックス杉でございます。私は本日ということでですね、恵比寿に来ております。はい、で本日お邪魔させていただくお店さんがこちら、ドゥドゥーン、カイリさん、こちらでございます。はい、でですね、本日の内容なんですけれども、チャレンジメニューの回でございます。でチャレンジメニューの内容なんですけれども、まずメニューが海鮮トマトクリームパスタ、総重量 5.5キロ、制限時間30分以内に食べきれるのか食べきれないのかというそういうチャレンジなんですけれども、なんとこちら食のオリンピックと題しまして、タイム順にねこうランキングになってるんですよ。で大体の人来てます。ラスカル君、ゾウさん、シノケンさん、エビマエちゃん来てるんですけれども、一番今のところ早いのがエビマエちゃんでですね、みんなの内容を聞くと、その完全にスポーツな感じではなかったらしいんですよ。なんですけど僕はちょっとやる以上ちょっと最初から最後まで本気でやりたいので、お店さんは20分切ってくるんじゃないかっていう風に店員さんおっしゃっていただいたんですけど、いけるかそんなのっていうぐらいちょっと不安ではあるんですが、全力を出してちょっと他の方たちとはね違う雰囲気の動画になると思うんですけれども、よろしくお願いいたします。うん、そうですね、まあこういう他の人と競える機会っていうのはあんまりないものなので、素直に嬉しいなっていうのとテンション上がってるのっていうのと、あと一つ言いたいのは、皆さんに申し上げたいのは、こういうのは絶対後出しじゃんけんなんですよ。なんで後発の方が有利です。なんでこのチャレンジで言うと、一番最初やったのがゾウさん、パクパクさんらしいんですけども、彼が僕の中でもチャンピオンですね。うん、なんかちょっとある種そういう考え方はあります、僕の中で。ただ、はい、やる以上全力でやりますのでよろしくお願いします。早速よし。これちなみにケイちゃんとこと姉妹店ですね。はい、というわけで、もろもろの準備ができましたので、本日チャレンジするのはこちらでございます。はい、 5.5 キロという感じになっております。タイムトライアル20分超えられる自信はゼロなんですが、はい、精一杯頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。こちらからノンストップで、久々だな、タオル巻くの。そこ、これ割り箸いらないです。お父さんと同じルールでやります。あ、はい、じゃあご主人、すいません、大変恐縮なんですが、5秒前からカウントダウンの合図をお願いしてもよろしいでしょうか。わかりました、お願いします。はい、スタートまで5、4、3、2、1、スタート。よいしょー、こんな感じかな。よいしょか、いただきます。いただきます。いただきます。よいしょ。
ましょう。スタート。はい。あっ、何分だ。16分4秒。いや、いや、やっぱパスタなんで結構あれですね。やっぱコツはいるかなと思います。なんとかタイムは超えられたんですけど、本当冒頭にも申し上げたんですけど、今度やっぱ後出しじゃんけんで高校超絶有利なんですよ。なのでまあ喜ぶというよりはこれを見て、さらに多分いい記録が出ると思うので、もしタイムトライアルやられる方は、はい、注意事項を守りながら、はい、精一杯スポーツしてくださいでもこういう食べ方を許してくださるお店さんに本当感謝って感じです。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、腹あったな。よいしょ。こっち、こっち、こっち、バイバイ。You and I meant for me, still not surprising. Need no apologies, cause I just don't really care what you think, what you think, what you think.